本ヤドカリ、学名ポグラスフィルホーリーは、十脚目本ヤドカリ科に分類されるヤドカリの一種。日本とその周辺海域の磯に分布する小型のヤドカリで、日本の外洋に面した磯では最も目につきやすいヤドカリの一つである。過去の文献では、北、アメリカ太平洋岩産の P サミュアリスと長年混同されてきた。また P、ジェミナスマクロクリン。 1976とした文献もあるが、1993年以降は P、P フィルホーリーが定着している。校長は10ミリメートルほどで、ヤドカリとしては小型である。オスの方がメスより大きい。第一、胸足のハサミ足は、右側が大きく発達し、左側は細くて小さい。ハサミ足の表面は、細かい下流と毛に覆われる。目柄は、 やや短く、第一触角柄を超えない。第二、第三胸足は歩行用に長く発達するが、第四、第五歩脚は貝殻保持用で短く、貝殻から顔を出している状態でも確認は難しい。生体の体色は緑褐色だが、ハサミ足と、ふわしの先端が白、紅白色でよく目立つ。ふわしは、厳密には、 指節の中ほどに一本の白帯があり、その上下を黒褐色の横帯が挟んでいる。第二触角は、黒褐色と白の縞模様である。日本では、北海道、本州、四国、九州とその周辺当初、また、小笠原諸島にも分布する。日本以外では、朝鮮半島南部と台湾にも分布する。外洋に面した海岸の岩礁域に生息し、 潮が引いた磯の帯ドプール内や、天石下で、他のヤドカリ類と共に見られる。砂浜では、ほとんど見られない。本種には金塩種が多いが、ハサミ足と、フワシの先端が白いことや、触覚が、縞模様であること等で、区別できる。体色は、南日本で、同所的に分布する、磯横バサミクライバナリアスビラシェンズに似るが、 本種は、右のハサミ足が大きくて、イボや毛が目立たないこと、ふわしの白帯は一本のみであること等で、区別できる。性質は臆病で、危険を感じると素早く殻の奥に引っ込む。この時に大きな右のハサミ足が殻口を塞ぐ、役割を持つ。植生は雑食で、デトリタス、藻類、動物の死骸などを食べる。使用する貝殻は、地域や、 成長段階にもよるが、石畳、腰高ガンガラ、菅井、玉キび等の小型種が多い。放卵期は2から6月で、この時期には交尾前に、オスが、メスの貝殻を掴んで運ぶ様子が観察できる。メスは交尾後に産卵し、貝殻内の腹足に卵を抱える。孵化したゾエア養は、プランクトンとして、海中を、しばらく浮遊する間に4回脱皮する。 成長したグラウコトエ養性は、岩礁海岸に定着する。本ヤドカリ族ポグラスには、多くの種類がある。このうち日本産、海岸性小型種には、以下のようなものがいる。ABCD 宇都宮藤雄、西村三郎、鈴木勝美、エコロン自然シリーズ海岸動物 ISBN45 億8632万10591971年、発行。 1996年改定版保育者。ABCDEF 三宅貞義、現職日本大型広角類図鑑 IISBN45 億8630万6201982年保育者。ABCD 小林康政。山系ポケットガイド16海辺の生き物。ISBN46 億3506万2 2 6 2千0 0年山と。 警告者 ABC。D. 奥谷隆史、祖三、勇、新総番山、K. フィールドブックス3海辺の生き物 ISBN46 億35006万6082006年山と、警告者小前ともゆポグラスニグロファ社、A New Species of Hermit Club from Japan、クラステーションリサーチ。59から72。 1996年12月20日、日本甲殻類学会、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズ、ポグラスニグライビテタスコマイ、2003、三浦智之、日型の生き物図鑑2007年、南方新社 ISBN9 兆7848億6124万1390、図鑑修正版。ありがとうございます。